4番の柴崎から先に動いています。柴崎がレースを動かして前段1、後ろ8番の南、三谷、近畿両名も乗りまして周回残り2周誘導を引いています。一旦前を抑えた4番の柴崎、8番南がすかさず抑え返して三谷が2番手、近畿のコンビの後ろに4番車の柴崎が入り直しています。5番の新田が中段4番手、7番坂井は7番手で金を迎えています。ペースを作っていきます。8番の南潤、三谷が2番手、柴崎が3番手、近畿中部の3車が行って5番の新田雄大は中段の4番手、7番坂井7番手になって1コーナーから2コーナー1列飛ばしていきます。南4番手から5番の新田のまくり、まくる新田、マークは渡辺、3番手佐藤が切れています。まくり切った新田雄大に渡辺が2番手、3番三谷3番手、4コーナーから直線、新田が先頭だ、先頭新田を押し切りました。